西武の9回のマウンドはルーキーの豊田拓也投手です。大学は上武大学、高校は浦和学院、甲子園にも進みました。そして社会人の TDK でも伸びたピッチャーです。まあ、上武大は実は昨年大学ナンバーワンになりましたけれども、これはまあ後輩たちが大学ナンバーワンにしました。でもその礎は築いてきました。スタンドからはホームランコール。外のスライダーを振らせました。ナイスピッチング。ルーキーの豊田、見事に3人で抑えました。5対2、埼玉西武最後の攻撃です。